にちは、柴戸です。今回は80年代のバーニー RLG をレビューいたします。こちらなかなかいい感じのレスポールタイプになっております。 RLG といえばバーニーの中で長らく君臨しているレスポールタイプの品名ですよね。70年代と80年代前半ぐらいまでかな、 FLG っていう名前だったんですけど、それ以降2023年現在でも RLG は生き続けております。今でも人気の RLG なんですけれども、特に人気があるのがこのね、スーパーグレード時期ですね。といってもね、これもね結構長いんですよね。十何年ね、確かねあると思うんですけど、なかなかいい感じのねヘッドになってます。スーパーグレードのね S じゃないし G じゃないですよね。半分もうギブソンです。まあいろいろね僕も鳴らしてきてるんで、なんとなくね感じるのはですね、こちらね多分東海製です。当時ねどこで作られてたかっていうのはねフェルナンデスもね公表してないんですけれども、個体を見て感じるしかなくて、ネックのシェイプだったりとかもろもろ総評した感じだとね、これはねきっと東海です。東海のにねすごく似てますね。で間違いなく国産だと思います。バインディングがねオーバーエッジのバインディングになってるんで、ここまでね細かくギブソンを忠実に再現してるっていうのが本当にね80年代の中でも一時期、作りはねしっかりしております。まあ、でもねシェイプはねやっぱね国産系な感じなんですよ。このネック、若干サイドにねエッジ感を感じるというか、 V ではないんですけど全然テイパーじゃなくて、こっちの、ね、両サイドが若干細く感じる、非常に握りやすい感じですね。今中古の相場でもね10万円ぐらいのところ、これはね7万9800円かな、千葉館で売ってるんですが、若干ねちょっと状態がね良くないんですよ。こういったところのねバインディングの欠けだったりとか、まあ、ただ弾く分には全然ね問題ない箇所の破損なので、音には全然影響はないかと。まずね生音聞いてもらいましょうか。まあ、せっかくねこのギブソンもね似たようなのがあるんで、もうめちゃめちゃ似てますよね。塗装もねしっかりしております。裏もねすごく似てるんですよ。で木もねすごくいいし、重量感もねめちゃめちゃいい感じです。もうそっくりそっくりって感じで、バランスは若干ギブソよりもお尻が重いですね。ネックがやっぱね細い分重量がこっちに寄ってる、そういう感じはしますわね。もう国産のバッチバチバッチバチです。いい感じでネックが揺れてるんでね振動がきます。ちょっとネックが太めです。こっちはやっぱ重心がこう低いですよね。ハイの抜けが国産の方がねしっかりと出てるという風な感じでしょうか。まあ、これなりそうですね。うん。ブリッジはねこれ変えられてますね。テールピースはそのまま。ではリアのクリーンから。ボリューム8ぐらいなんですよ。ちょっと、見るにしてもね濁らないから使いやすいですね。ちょっとねもう ちょっとボフが強いかな。オフッとしてる。ミックス。あ、いいかも。お、いいっすね。フロントもいい感じかな。まあ、バランスはめっちゃいいですよね。
ましょうか、どれぐらい違うか。まあ、よくできてるなと、まあ、国産のいいところが出てるなっていう感じですね。まあ、フロントはちょっとね好みが分かれるかな。ちょっと落ち着いてますね。バーニーの方が暴れる感じ、なんかシックというかしっぽりする感じ。やっぱ艶やかさはね、やっぱりこのねギブソン特有ですね。まあ値段的に3倍ぐらいね違うんで、うん、でもね全然ねこれねやっぱ RLG いいっすね。これネックもねいいシェイプなんですよね。やっぱ元気がある感じです。では歪ませていってみましょう。味が出ますね。ただローの方は若干ちょっとポコってモコってする感じはあります。ちょっとスクリーマーの、というふうな感じで、なんか最近の国産とも違うし、まあ、本家とも若干違うんですけれども、ジャパンヴィンテージのいい時のいい時代のレスポールっていう感じはしますね。まあ、このキャンキャンなってラフなところもこのね国産のいいところ、重み重厚感が必要な方であればもうやっぱギブソン一択になってくるんですけれども、ジャカジャカ行きたいぜっていう感じだとやっぱねこっちの方がねいいんじゃないかなと思います。これねピックアップはねどこのなんでしょうね。なんかマクソンとかなのかな、東海オリジナルのか。これを変えたらまたねどういう風なサウンドになるかっていうのもね、それはそれで楽しいかもしれないですけど、まあオリジナルのまま楽しむっていうのもありだと思います。若干お安くデジマート出ておりますので、ぜひぜひご覧ください。ご視聴ありがとうございました。デジマートでした。